ステルビオ峠は、イタリア北部のアルプス山中にある峠。ロンバルディア州北部と南チロルとを結ぶ。標高は2757メートルで、アルプス山系の峠としては、イズラン峠に次ぐ高さを誇る。峠のすぐ北には、スイスとの国境線が走る。日本語文献では、ステルビオ峠と表記されることも多い。峠の頂上。店舗やホテルが立ち並ぶ。 この地を通る道路は1826年に開通した。ソンドリオ県のボルミオとボルツァーノ自治県のプラート・アルロ、ステルビオ等を結んでおり、行政上はボルミオとステルビオの境界に位置する。峠のすぐ北側はスイス領であり、峠からの飛行約100メートルのミコトゴの山、ドライシュプラーヘンシュピッセェがグラウビュンデン、ロンバルディア、チロルの境界となっている。 ミコトゴの山は、ロマンシュ語、イタリア語、ドイツ語の領域が交わるところから名付けられた。第一次世界大戦まで、ボルツァーの自治権が、オーストリア・ハンガリー帝国領であったことから、ミコトゴの山は3カ国の国境が集まる地点であった。峠の頂上から西に下った地点からは、北へ、スイス側に越える道路が分かれている。スイスに越える地点は、ウンブライル峠と呼ばれている。 峠越えの道路は西側から以下の集落を通過する。この道路はソンドリオ県とボルツァーの自治県を結ぶ唯一の道路であり、イタリア国道38号の一部として指定されている。峠の道中はヘアピンカーブの連続という厳しい工程となっている。自転車競技のグランツールと称するロードレース大会の一つ、ジロでイタリアにおいて、 たびたび登場することでも知られる。英国 BBC2 の自動車バラエティ番組トップ、ギアにおいては世界最高のドライビングロードとして評価されている。ありがとうございます。